藤井八冠が伊藤匠七段の挑戦を受ける竜王戦七番勝負第4局は今日午前9時に北海道小樽市の老舗旅館銀鱗荘で始まりました。先手の藤井八冠はここまで3連勝していて、第4局でも勝利すればタイトル3連覇達成となります。こうしたが大きな一局にはなるかなと思っていますけど、あまり それを意識しつつ、普段通り集中して対局に臨みたいと思います。こういう素晴らしい舞台で、自分も一局でも多く対局できればと思っています。藤井八冠が八大タイトルの独占後初の防衛を決めるか、将棋界最高峰の竜王戦第4局は明日夜には決着する見込みです。